野崎金一郎は日本の政治家、元滋賀県知事、滋賀県出身、姫路高等学校を経て1943年に京都帝国大学法学部を卒業。滋賀県に入庁、総務部長を経て副知事に就任。1966年自民党、社会党、民社党の推薦を得て滋賀県知事に初当選。44歳で、 全国最年少の知事となった。1972年、建設省の琵琶湖のダム化計画を撤回させ、総額4250億円に及ぶ開発事業費を投入する琵琶湖総合開発特別措置法を成立させた。県民の大多数はこれを野崎の勝利とみました。しかし、野崎県政の後期には、上田建設が因然たる勢力を誇り、 県の大口入札についてはすべて同社の上田、茂雄社長が取り仕切るようになっていた。さらに上田は、大学生だった長男の上田茂之を田中角栄の秘書として、白をつけさせ、1972年の衆院選、滋賀県前県区に自由民主党公認で立候補させ、膨大な筋力と県庁をバックにした力で、当選させた。また、琵琶湖総合開発事業に絡む、 滋賀県土地開発公社の土地売買に介入。上田建設は、公社が買う予定の土地を事前に土地転がしして、価格を吊り上げ距離を得ていた。その結果、土地開発公社の負債は1974年度末には、借入金206億円、未払い金272億円の計478億円に達し、県政は破産寸前の状態になった。 1974年、野崎県政と上田建設の癒着を最大の攻撃目標に、陽海市市長の竹村正義が知事選挙の革新統一候補に押された。投票1週間前の各マスコミの世論調査では、平均3から5万票の差で野崎有利と出ており、野崎の参戦は確実と見られた。開票の早かった町村ではほぼ野崎が勝っていたが、 最終段階に入って、大津市と陽海市市の票で覆り、同年11月、約6300票の僅差で、竹村に敗れた。引退しても騒動は続いた。年が明けて1975年、県は1月15日支払い予定の県庁職員、教職員、警察官の月給が払えないと事態に陥った。新聞は一斉に、滋賀県の金庫は空っぽで、 約2万人の公務員の給与が払えないと報道した。竹村は職員の給与を下げることで急場をしのいだ。同年3月、旅行先の台湾で持病の糖尿病と観光変が悪化。4月2日、観光変のため死去した。53歳没。野崎はすでにこの世にいなかったが、大津地検は県に約209億円もの損害を与えた。 背任罪として関係者を起訴し、竿山茂義県事政は、我が国犯罪史上最高の背任額であると付け加えた。土地転がし事件は、県の幹部3人、業者側4人が逮捕され、刑事事件として決着を見た。ありがとうございます。